ふみと日本プロジェクト in 宮城。今日は渡里町の荒浜にぎわい回廊商店街。地元のお店8店舗が集まって作られた商店街です。8月15日月曜日に渡りふるさと夏祭りが開催されます。昨年パレードが復活したわけなんですけども、でこの山車がですね、北海道の山車ふるさと姉妹都市から2台いただきました。で見応えのあるパレードになってくると思います。花火ですね、灯籠が鳥の海に浮かんでいる中で花火が最後には上がりますので、見応えのある、お祭りになると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。お祭りめっちゃ楽しみですね。私は漁業をやってるんで、取った魚をにぎわい回廊の店に格安で提供し、にぎわい回廊のお客さんに喜びを与えようかなと思っているところです。海って素晴らしいと思うんですよ。自然の偉大さや厳しさ、恐ろしさを合わせ持った場所だと思うんですね。それとうまく上手に付き合っていかないといけないのが海だと思ってます。あなたにとって海とは？海と日本。